ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がレンジローバースポーツ SVR 2015年式2万1000キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。はい、実はこちらコメントでレンスポ SVR お願いしますっていうリクエストをいただいたんで、はい、はい、そうなんですね、はい、今回撮影させていただくっていう流れになっております。はい、で今回ちょっと紹介させていただくんですけども、よく考えたら、うん、レンスポ1回も撮ってないんですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、動画でご紹介させていただくのが初っていうことで、うん、で初ご紹介の車なんですけど、いきなり、はい、かなりのいじり物っていうことで、はい、いいのか悪いのかちょっと分かんないですけど、うん、まあボンドっぽくていいんじゃないですか。そうですね、はい、ボンドらしい1台を今回ご紹介させていただきたいと思います。で今回これ結構お金かかってますね。そうですね、結構というかかなりかなり、はい、僕改めて全部予習したら、まずこのアーバンの今回コンプリート、はい、ほぼコンプリートですよね、うん、それとプラスアルファタイホイールの方でおそらく500万円ぐらい、はいはい、かかってんじゃないかなと。そうですね、はい、かなり贅沢な一台になって、うん、で見た目もやっぱり全然違いますね、うん、かっこいい。これはかなりこう他の車ともちょっと差別化もできて、うん、かなりおすすめの一台になってます。ちょっと細かいところを見ていくと、もう前回りの顔つきが全然違いますね。そうですね、もうエンブレムからしてアーバンの、アーバン、アーバンオートモーティブっていうのがイギリスのチューナーですよね、うん、レンジだったりだとか、まあ、メルセデス、ゲレンデなんかも最近触ってますけれども、うん、まあ、いろんなちょっと高級車を中心に、まあ、作り直すようなことをしているメーカーで、まためちゃくちゃ物がいいんですよね、うん、まあ、ゲレンデなんかも最近何台も続けて作らせさせていただいたんですけど、もうとにかくフィッティングもいいし、物のその質感もいいし、まあ、出来上がったのもこうなんていうんですか、イギリスらしいというか、うん、ちょっと落ち着いた感じもありつつこう攻めたデザインで、すごくこう最近こういろんなチューナーに並んでこう勢いのあるそうですね、はい、メーカーと。で前回りで目を引くのがとにかくこのふんだんに使われたカーボンパーツ、はい、はい、このダクトも中心もそうですし左右もそうですし、これ顔つきだいぶ変わりますね。いや、だいぶ変わりますね。でこれ全部ドライイーなんですよね、はい、アーバンのパーツは、まあ、軽くて距離もしっかりあると、はい、そしてこの下の、まあ、スプリッターというべきか、はい、リップの部分もこれもアーバンのパーツ、うん、でちょっと押し出し感が強くなってる。で正直言うとおそらく多分これ車が新車の時にコンプリートを作ってる感じですね。なんで6年ぐらい経過してる感じですか。なんでちょっとその年相応の、まあ、劣化というか やれ感は、はい、やれ感はありますけれども、はい、まだまだ全然綺麗じゃないかな、うん、あとはそのグリルのこの脇、これもアーバーのパーツなんですね。そうですね、ちょっとかなり顔つきが引き締まって、うん、あと今回ご紹介させていただくのが SVR ということで、まあ、もう本当にオプションがキリがないレンジですけども、うん、SVR だと割とこう装備がまあほぼほぼついてる感じですよね、うん、そうですね、まあ、それでもいろいろ足していったりとか選べるものがいろいろあると思うんですけども、はい、まあ、ヘッドライトなんかも最初からいいのがついてますし、うん、はい、まあ、あとはサラウンドビューのカメラなんかも全部標準でついてるんで、割とその辺2015年式ですけど、うん、最近の装備というか、そうですね、まあ、全部一通り揃ってる感じじゃないかなと、うん、あとは横早速回ってみましょうか。横も高級品が装着されてございます、はい、ロティフォームの鍛造ホイール、まさかの24インチってことで、はい、これでも車のなんかこうキャラクターサイズ感にちょっと合ってて、うん、24インチでもでかすぎる感じしないですね。そうですね、まあ、さらっと履けちゃってる感じがしますけどね。標準が21インチですよね、うん、でまあ、オプションで22だったりとかもあるみたいなんですけど、そこからググッと普通そこまでインチ上げるとなんかもう無理くり履かしてる感みたいなのはパッと見てますけど、この車はさらっと収まっちゃってる感じが、なんかこのエアロのボリューム感と、うん、まあ、車の雰囲気とちょっとそれに合ってるかな。そうですね、あとホイールのデザインなんかもまあしっくりはまっちゃってる感じですけどね。そうですね、そしてデザインの方がロティフォームの LASR、うん、これも買ったら結構しますからね、うん、結構どころじゃないですよね、うん、まあ、大台は優に超えてくるんじゃないかなと。ただ僕ちょっと正直言うとまあ、こんな高いホイールを装着しててなんなんですけど、アーバンのホイールをちょっと見てみたいな。あ、どうせならそうです、はい、アーバンのホイールがボッセ製のホイールなんですよ、うん、アメリカの鍛造ホイールメーカー、ちょっとそのデザインもちょっとシュッとしててかっこいいんで、うん、まあ、ぜひちょっとリフレッシュなんていう、はい、そうですね、まあ、このホイールちょっと変えたいなっていう人は
ちょうどいいかもしれないですね。男気がある人はご相談、男気がある人は、はい、あのご相談いただけると足元のリメイクなんかもできます。で今回車もちょっと下がってる感じですよね、うん、ドアリングのモジュールが入ってモジュールで、はい、そうですね。スターテック、うん、ブラバスの姉妹ブランドスターテックのロアリングモジュールでちょっとローダウンしたんです。で車がなんかこう、僕ちょっとレンジスポーツって謎だなと思ったんですけど、超高級 SUV のレンジローバーがスポーツなわけじゃないですか。そうですね、はい、ランドローバー史上最速 SUV らしいですよ、うん、でスペック的に言うと海燕ターボと当時の海燕ターボと、まあ、互角、まあまあほぼそうですね、はいはい、でこれどうなんだろうっていう、要はもうめちゃめちゃ走りに振った車だったら、うん、レンジのなんかちょっと高級なところちょっと損なうじゃないですか、うん、かといってこうちょっとふわふわの高級な乗り心地だとスポーツ成立しないし、そこちょっとどこでこう折り合いをつけてるのか、まあ、要はそういう高級とかもうスポーツ SUV へのこう裾野をまあレンジも広げたかったってとこじゃないですかね。そうなんですかね、うん、ちょっと具体的な乗り味はこの後乗ってみたいと思う、はい、で僕調べてさらにあのその高級な部分とスポーツの部分とレンジローバーランドローバーなんで、うん、この SUV としてのこのオフロード性能もこうスポイルしてないんですよね、うん、だそれびっくりしてる、うん、でしかも SVR だとなんかいろんなそのモードの切り替えなんかも全部標準装備でついてきたりだとか、うん、あとはそもそも車のスペック的になんか水深85センチぐらいまでいけるんですよね。この辺ぐらいまでいけちゃうってことですよね、はい、まあ、ローダウンしてるんで、まあ、多少、うん、まあ、80センチぐらいかもしれないですけど、もうそのぐらいいけたりだとか、まあ、あとはその何ていうんですか、オフロードでこう片足が浮いちゃうような状態、うん、もうなんか55センチぐらいまでいけるんですよね。でもそんなのあります？まあこれで行く人はいないでしょうけどね、はい、でも車のスペックとして備わってるわけじゃないですか、まあ、そうですね、はい、走れて、うん、まあ、おそらく高級のまんま で、うん、でなおかつ SUV の、 そのオフロード性能もあってっていうのはめちゃくちゃ気になると思う、うん、はい、で今回こういじっちゃってる、はい、そしてこのフェンダーもオーバーフェンダーもこれもアーバンのオーバーフェンダー、うん、どのぐらいですかね、15ミリぐらいですかね、2センチまでいかないぐらいですかね、はい、はい、出てる感じこんなのが装着されてございます。これも割とちょっとワイド感変わっていいんじゃないかなと、うん、そしてあとこの辺の細かいパーツなんかもアーバンのカーボンパーツなんですかね、車が黒白なんでちょっとこういう黒っぽいカーボンパーツ似合いますよね、うん、似合いますね、はい、こう主張をあえてしてる感じで、うん、こんなのがしっかりついてる。あと横回っていくとミラーもカーボンになってたりとか、うん、だとこの辺の車一番肝心なところルーフのカラーですね、はい、今回はこれラッピングで、ラッピングでそうですね、はい、コントラストルーフが再現されてる、こんな感じで、あとは横このステップがこれもアーバンなんですよね、うん、これを乗り降り意外にあの程よくアシストしてくれるので悪くないです。絶妙なちょっと高さになってますからね、うん、まあ、こんなのもあると、まあ、ボリューム感も出て、まあ、ちょっと使い勝手も良くなってるからで、あとはリアも同じように、これディスクが違う感じですね、うん、だいぶこう逆反りデザインのホイールになってございます。であとはそのまま後ろ回ってちゃうんですよ、後ろ SVR のエンブレム誇らしげに、そうですね、 SVO、スペシャルビークルオペレーションズ、はいはい、のこう手掛けた、うん、まあ、言ったらもうめちゃめちゃ雑な言い方すると、まあ、AMG 的なベンツ、そう、まあ、そうですね、はいはい、そういう立ち位置になる。あとカーボンパーツこの辺がアバのパーツだったり、唯一だからないのがルーフのこのスポイラー、うん、マーケステンションぐらいかなって、だほぼコンプリートとして、あとは下のこのディフューザーの部分もカーボンのパーツとこのマフラーカッターがアバのパーツ、うん、織も綺麗ですね、はいはい、まあ、ほぼ外装コンプリートということで、うん、かなり目立つ時代になってます。いや、かっこいい、いや、かっこいいですよね、はいはい、続いて内装を見てみたいと思います。高級車レンジローバーですから気になるところ、ソフトクローズ、はい、これ SVR だと標準装備なんですよね。そうじゃないですか、確か、はい、はい、なんでしっかりこの辺もついてる。そして内装何ですか、この高級&オフロード&スポーツの融合それがこう絶妙なところで着地してる感じがしますよね。このシートなんかも
SUV でまず見かけない形状ですよね、うんうん、スポーツシートという。ただ質感めっちゃ良くないですか、うん、レザーもそうだし、パーフォレイテッドレザーでしたっけ、すっげえ難しい言い方してるんですけど、これ簡単に言うとパンチングレザーなんですよね、うん、はい、まあ、しっかりこう触れる部分がパンチングになってて、色目も絶妙ですよね。そうですね、うん、まあ、派手すぎず、うん、なんか原色持ってくるんじゃなくて、うん、ちゃんと落ち着いた、うん、モノトーンな感じの、はい、使い分けで。そして SVR のエンボスが背中のところに入ってるんですね。これヘッドレストとかじゃないんですね、うん、しっかり入ってると。シートがだいぶかっこいいです。これが16ウェイ、はい、でシートヒーターなんかも全部標準装備ついてますね、はいはい、あとダッシュボードなんかもちょっとレンジのその他の車種につながるデザインですけれども、うん、ツートンになってる。ツートンで、はい、そしてまたカーボンパーツ効いてますね、うん、トリムにはカーボンあしらってっていう高級感とスポーティーさ、いや絶妙だと思います。融合しております、はい、かっこいい、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、うん、ちょっと覚えきれないんでカンペありで、はい、でまずスカフプレートは光るタイプ。もうとにかくあのオプション、うん、あと選択できる内容が多すぎてわけが分かりません、うん、だいたい車を選ぶときにまずエンジン選ぶんですもんね。そうですね、そっからでグレード選んでっていう流れになってくるんで、うん、まあ、ちょっとなるべくついてるものを細かく紹介したいと思います。ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょか、まあ、一応僕の場合短い足ですけど、なんとか頑張れば、うん、はい、ステップ使わないで乗れるそのぐらいの車高になってます。でこれが一応、エントリーモードじゃないですけど車高をその乗るとき用に下げたりもついてるんですね、機能が、うん、50ミリぐらいダウンする機能がついてます。そして乗り込むとこんな感じです。ステアリングは細かめのパンチング、レザーの質感はすごくいいです。で全部レザーで、エアバッグなんかもステッチが入ってて、まあ、この辺はおなじみですよね。そしてパドルもあって、でメーターの方が、約12インチの液晶タイプのメーター、はい、ちょっとかけちゃいましょうか。こんな感じになっております。 SVR 専用のメーターになってる、まあ、この辺は割とデザインだったりはおなじみだと思うんで、まあ、そんなに細かく掘り下げなくても大丈夫かなと。ガソリンがないです、はい、そしてダッシュボードは相変わらずのこの水平基調のデザイン、ただちゃんと上は黒くなってるんで、まあ、フロントガラスに反射しないような工夫がちゃんとされてます。そしてこっちのナビ周りで、ナビ周りは正直こう最近の車と比べると少し時代を僕としては感じてしまいます。ちょっとまずちっちゃめなのと、はい、ちょっとこのドアが開いてますの警告音がうるさいですけれども、一応ナビ周りは正直言うとちょっと表示はちょっと一世代前かなと、そんな感じがします。で一応メディア関係に関しては、ラジオテレビ全部ついております。こんな感じでサラウンドビュー、今ドアが開いてるんでこっちが映ってないですけれども、一応360度のカメラもついております。エアコン関係に関してはシートヒーターがしっかりついてございます。であとステアリングヒーターが SVR 標準ですよね、うん、そしてレンジなんで温まるのが超早いんですよね。こんなのもしっかりついてございます。であとはこの辺のモードが SVR だと全部標準装備なんで、まあいろんな状況に対応できると。でさらになおかつダイナミックモードもついてる。そうですね、これ標準だと確かオプションですよね、うん、はい。そしてあとはドリンクホルダーと、はい、シガーソケットがこんな感じでついてて、これカーボンいいですね、ここのところ。そしてアームレストの中は結構容量があって、一応 USB と AUX シガーソケットがこんな感じでついております。あと細かいところで言うとペダルのこの辺なんかも、ごめんなさい、 SVR は標準かどうかわかんないですけど、標準のは確かゴムですよね。なんでしっかりこのステンレスのカバーもついてございます。でペダルレイアウトは、うん、ごく自然です、はい、そしてちょっと通り過ぎちゃいましたけども、シートは 16A、 細かい調整もできて、はい、ナンバーサポートもしっかりついてる、はい、座面だけ出したり、はい、全体動かしたりもしっかりできます。で座った感じは背中は結構やっぱりしっかりホールドされる感じ、うん、ただ座面は
なんか見た目だとすごくしっかりホールドされそうなデザインですけど、意外にゆったり。そうですね、そんなにこうタイトな感じは逆にしないですよね。そしてクッションは割と柔らかめです、うん、ちょっとふかっという感じは一瞬ありますね、はい、だからレザーかなりしっかりしてるんで、うん、全然こうふかふかのなんか高級車 の、 あのふわふわしちゃうシートじゃなくて、割とこうスポーティーなシートにはなってます。そして天井関係に関してはこのスウェード調の、はい、ベージュの天井になってます。で二重のバイザーと、はい、でオプションのサンルーフがこちらの車両は装着されてございます。開けたいと思います。でかい、いいですね。これ後ろの開放感もだいぶ違うんじゃないですか、うん、これそうですね、はい、こんな感じになっております。であとドア関係でいくとメリディアン SVR 標準装備19スピーカー、うん、860ワットぐらいかな、違ったらすいません、はい、そのぐらいのしっかりしたオーディオが最初からついてる。でレザーしっかり多用されてて、あれもしかして、あ、下までレザーなんです ね、 そうね、ですよね、うん、だいぶ高級感ありですね。いや、ここまでじゃないかな。あ、この上までですか、うん、ここまではちょっと柔らかめな、はい、うん、あ、こっち張り込んでないんですね、うん、なるほど。でしっかりカーボンのパネルになってて、はい、まあ、ポケットも意外なところにもちゃんと収納、そこポケットになってるんでしたっけ。こんな感じになっております。続いてリアシートを見てみたいと思います。でリアも当然ソフトクローズがついてて、はい、そして、SVR の場合だと7人乗りの設定がないんですよね、うん、基本的に5人乗りのみ、はい、そしてリアもご覧ください、どうなってんですかこれフロントとあんまり変わらない形状の、そうですね、なかなかないよね。ヘッドレスト一体ですからね、うんうん、はい、めちゃめちゃスポーティーなシートが、これだからすごいとこで融合してますね、高級感とスポーティーさが。でも4人乗りではないんですよね。あ、そうですね、うん、5人乗りですもんね、うん、なるほど。ちょっとじゃあ月村さん乗ってみますか。はい、今ツッチのポジションかな、フロントは。はい、ちょっと見え張ってますけどね、はい、やっぱりこのステップ意外にいいんだよな。いかがでしょうか。うん、悪くないです、まあ、ちょうど拳1個入るかっていうぐらいの足元と、まあ、頭は拳1個半ぐらいですかね、2個ないぐらい。今175、173です。3ですね、はい。で座面の長さはちょっと長さがないけども、背もたれは十分、角度も、まあ、ちょうどいい感じですかね、立ちすぎずっていう感じです。ホールドは確かに、まあ、デザインはこんなだけど、まあ、そんなにホールドされる感じではないですね。意外にゆったりなんですよ、うん、見た目以上に。パッと見バックレストってこれどうなってるんですか。レザー貼ってるんですか。いや、あ、そうだね、ちょっと貼ってるか。薄めのレザーが貼ってある気がします、うん、違ったらすいません。はい、はい、B ピラーなんかもちゃんと生地貼り込んで、はい、高級感ありますね。そしてエアコンが標準3ゾーンですけれども、うん、4ゾーンですね。こちらの車は4ゾーンになってると。4ゾーンで、まあ、左右のシートヒーターはついてますね、まあ、真ん中はついてないです。で、よいしょ、アームレストには、まあ、小物入れとカップホルダーがついてる感じですね。圧迫感はないですね、まあ、さすがにこのサイズの SUV だけあって、ちょっと快適そうなのがちょっと見て取れます、うん、で後ろのトリムもちゃんとカーボンがいいですね、うん、なんかデザインシンプルだけどちゃんと高級感あるし、うん、ちゃんといい素材使ってますよね、レザーにしろカーボンにしろ。でこの色のバランスがいいですね。確かに、うん、何度も言いますけどこの色のバランスは好きです。ボキャブラリーが、うん、あのない2人。でこのステップね、意外に効くんですよ。あ、なるほど、うん、これ悪くないです。確かに運転席よりこう細かくコンパクトにこう足出さなくちゃいけないんで、うん、あの小さいお子さんとか、まあ、お年寄りの方とか
このワンステップ結構でかいと思いますね。うん、いきなり下に降りるんじゃなくて、ここの一段はすごく乗り降りが楽だと思います。こんな感じのリアシートになっております。はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。はい、開けると当然のパワーテールゲートで、ただこの辺はやっぱりついてないんですよね。そうですね、はい、電動であれしたりこれしたりっていうのが、はい、ただなんか作りめっちゃいいですね、やっぱりレンジ、トランクの作りこの辺だったりとか、あとはこのカバーもしっかりついててシートも倒せますし、ただあんまりフラットにはなんないですね、うん、このぐらい、はい、64で倒せる、はい、そしてこの下もあるんですか、まあ、スペアタイヤがしっかり積んである、はい、感じになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、エンジンルーム毎回あのレンジ紹介するときに言っちゃうんですけど、ちょっとどことなく感じるアメ車感、うん、これも当然のはずで、なんかフォードの工場で作ってて、なんかジャガー専用のライン施設で作ってるエンジンらしいですね。うん、V8 5リッタースーパーチャージャー、はい、今時ないですよね。もうないですね。この5リッターというのがそもそもほとんどないし、そうですね、それにスーパーチャージャーをくっつけるっていうのはまずないです、はい、V8 ももう絶滅危惧種ですね、はい、だからなかなか貴重な存在になるんじゃないかなと、うん、で僕いろいろこれ調べたんですけど、18年にレンジって大きい、毎年なんかこう、うん、何年モデルってちょっと細かいモデルイヤーじゃないけど仕様変更してるんですけど、うん、18年に大きい毎年してるんですね。でその時からパワーが25馬力くらいアップして、現行が一応575馬力で、こっちだと550馬力、はい、そしてあとはエンジンの方が、AJ-V8 Gen3 Generation 3 シリーズで、これがまたわけわかんなくて、日本名だと 508PS、うん、でもあの表記わかんないですけどね、エンジン表記謎なんですよ、うん、であの本国の表記だと AJ-133 エンジン、うん、それランドローバー名だと LR-V8 っていう、うん、まあ、積んでるその車によって呼び名を変えてる、ただまあそれだけいろんな車に積まれてるのと、まあ、あとはその設計自体は決して新しくないんですよね、うん、2000年前半ぐらいからいろんな車、ね、はい、ジャガー、ランドローバー、あとはフォード、リンカーン、その辺にいろんな車に積まれてるエンジンなんで、まあ、信頼性に関してはかなり高いんじゃないかなと。さすがにちょっと車の設計が古いんですっていうとんって思うんですけど、うん、エンジンってなんか最近こう新しいものがいいと限らなくなってきてないですか、うん、そうですね、はい、特にこう最近ダウンサイジングだったりとか、うん、いろんなこうハイブリッドじゃないけどいろんな技術詰め込んだエンジン、まあ、もちろんいいのはいいんですけど、うん、なんかこう味に関してはどんどん薄まっていってますね、うんうん、もうその辺はもう時代ですからね。それ考えるとなんかこう、はい、2000年前半とかそのぐらいのエンジンって、うん、なんか一番こうやりたい放題やってたんじゃないですけど、うん、メルセデスもあの 6.2L があったりとか、その頃のなんか一番いい設計じゃないかなと僕勝手に思ったんで、うん、国産のエンジンでさえもう昔のエンジンの方が今そうですよね、うん、なんでちょっとその辺の味どうなのかっていうのはちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ行きましょうか。はい、はい、これ冷静に考えると F タイプと同じエンジンですね、うん、はい、あ、ジャガーの、はい、はいはい、5リッタースーパーチャージャー、うん、スーパーチャージャー、はい、
そしてあと紹介し忘れたところで言うと、テレインレスポンス2オート、あとダイナミックモード、これが SVR、 あの普通のだとオプションのところを SVR だと表示についてる、まあ、この辺ですよね。あとそのダイナミックモードと、そして、はい、あとオールテレインプログレスコントロール、30キロぐらいまでなんかブレーキとかアクセルとか勝手にやってくれるやつ、うん、はい、もついてて、ヒルディセントコントロール、あとはその下り坂とかゆっくり下ってくれるやつもついてて、あとグラディエントリリースコントロール、あの坂道とかでゆっくりブレーキ離してくれる、うん、機能も全部ついてる。でもそう考えるとオフロード性能半端なくないですか、このまま。そうですね、行くのかどうかは別にして、そうですね、この車にいるのかっていうところですけどね、はい、まあ、そんな機能もしっかりついてる、うん、で走りの機能、トルクベクタリングなんかもしっかりついてますし、まあ、あとはエアサスに関してもオフロードモードで、まあ、50キロ以下だと勝手に車高が上がるモードだったりとか、さっき言ってたそのアクセスハイト、乗るとき50ミリダウンにしとくやつ、まあ、その辺なんかもしっかりついてるとっていう感じです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、で行く前にちょっとやっぱりナビがちょっと時代を感じるのと、うん、適度な年式のレンジ乗るといいと思うんですけど、バックカメラの解像度がちょっと決して高くはないですよね、うんうん、そうですね。だここら辺かなっていう、だこの辺さえ別に気にならなければ、うん、まあ、ブラインドだったりだとか、まあ、その辺の欲しい装備しっかりついてますんで、まあ、いいんじゃないかなと。行きましょう。はい、もうステアリング熱くて触れません。はい、ちょっとオフにします。はい、で乗った感じだとステアリング割とあれですね、他のレンジと同じで、うんうん、しっとり滑らかステアリングなんですね、うん、クイックではないですよね、 SVR だからといってみたいな、はい、普通のレンジもステアリングめちゃめちゃこうしっとりじゃないですか、うん、回し応えがあんまりこうないやつ。ただ昔のレンジローバーなんかよりもステアリングが小さくなって太くなって今風だなと思いますけどね、その辺は。月村さんクラシックレンジとか乗ったことあるんですか？あります。あるんですか？はい、全然違います、うん、まあ、まだねスポーツもない時代ですしね。ただこのスポーツでも見切りはいい。あ、うん、確かに。なので取り回しはすごい楽だと思いますね、ボディサイズの割には。一応長さが4880ぐらい、うん、幅が1900ちょっと、まあ、オーバーフェンダーちょっとついてるんで2メーターに行くか行かないかぐらいだと思うんですけど、ちょっと出ましょうか。さっき中で音聞いたけどもう絶対速いやつじゃないですかただ乗り出した感じはなんかそんなとてつも、あ、出られるられますね、うん、はい、乗り出した感じはなんかそんなとてつもないモンスターマシンを運転してる感じはないです、うん、こんな狭い道も普通に入っていかれます。いやでも音の重厚感半端ないですね、これ、うんうん、最近、あれ失礼しました。なんか最近のあのダウンサイジングとかいろんなサポートされてるエンジンの乗りすぎて、うん、いろいろ忘れてたものを思い出しました僕は今この なんていうのかな、あの多分 GLS の前期乗った時も同じこと言ってますね、うん、大排気量いいな、はい、うわ、なんか音のせいですかね、車がめっちゃでっかく感じますでっかい車運転してる感じがします。ただ冷静に見ると、うん、そんなにでかくない、うん、取り回し悪くないです。うわ、音めっちゃいいっすね。でレンジスポーツっていうくらいだからめちゃめちゃスポーツしてるのかなと思ったら、うん、普通に走ったら全然そうですね、スポーツしてないですね、うん、もう本当普通にレンジローバーです、うん、これ本気出すとやばいやつですか、うん、ちょっと待ってください。これダイナミックモードってどうですか。ダイナミックモードになりました、はい、あ、やばいやつだこれこれやばいやつですね。足途端に硬くなって途端にロールしなくなりました。あ、これいいっすね。
いいですか、ちょっと中での紹介若干テンション低めで申し訳ございませんって感じです。これすごいっすよ、全然ロールしない、うん、早い、これいいですね。ですね、激変します、はい、ダイナミックにすると、いい、足硬いし、うん、ロールしないし、もうスーパーチャージャーなんで踏んだ瞬間から前に出る感じです、うん、めちゃめちゃキビキビ走れます。でステアリングもなんか介入が入ってるのかな、なんか最初のあのあんまり回しごたえないふにゃふにゃの感じよりかはかなりシャキッとしたっす、うん、これ飛ばせますよ。まあダメですけどね、開演ターボと戦いますよ。ああそうですね、はい、やっぱりでもスポーツってなってくるとそっちの味付けになるんですね、うん、やっぱり超高級とスポーツ両立無理ですよね。だいぶそういうなんかドイツ車のスポーティーな SUV みたいな、うん、そっちに寄った走りですね。え、これいいっすね。車めっちゃしっかりしてる。これモノコックは全部アルミなんですよね、この車、うん、あ、そうなんですね、らしいですよ。総アルミっていう風に書いてありました。だから可能な限り軽く作ってる。これ1台あれば全部こなせちゃう、ね、全部こなせますね。よっぽどサーキットとかっていうの以外、うん、はい、長距離ぶっ飛ばしてっても移動できるし、キャンプにも行けるし、そうっすね。レンジスポーツの SVR でキャンプ行ったらやばいっすね。それめっちゃかっこいいっすね。かっこいいね、はい、ああこれいいな。音がね、いいですか、ここの、うん、どうぞ。やーべえやつですよ、これ。パンパンいってましたよ。あの63とかあれぐらいのなんか、うんうんうん、音とパワフルさありますね、うん、すーげえこれ、スーパーチャージャー恐るべしですね、うん、音がいいね。いいっすね、うん、最高です。そして普通のモードに戻すと一般プログラム、うわ、もう全然別の車ですよこれ、うん、足がもうハンドルも、うん、最初のしっとり滑らかステアリングに戻りました。ただブレーキは青いレーのやつが入ってるじゃないですか、うんうん、でもっと効くのかなと思ったら重量があるせいか、まあそうそうですね、はい、ただまあまあ必要十分な、十分な感じではあります、ね、はい、うわってめっちゃ効くなっていう感じじゃないですね、うん、ギューっていう感じ、うん、はい、これいいですね。悪くない、悪くないです、うん、シートも悪くないよね。悪くないっていうかだいぶいいっすよ。、うん、いやちょっとあのメルセデス63系のその SUV とかあとは開演ターボとか、うん、あと、まあ、でも最近あれですよね、 BM だ、あの BM じゃない、最近 SUV 戦争勃発してますからね。うん、そうですね、ちょその中で買うものを迷ってる人は、うん、ちょっとあのドイツ車のスポーツ SUV だけじゃなくてちょっとこれ候補に入れてもいいかもしれない、うん、あえてのね、はい、はい、ちょっとこの内装の感じとかあとは普通のモードにした時のこのコンフォートさ、うん、これドイツ車にないっすね、うん、だって普通のモードにしたら冗談だと思うぐらいこうソフトな乗り心地になりますよ、うん、音以外、音今バルブ開けちゃってるんであれですけど、うん、もしあれだったらこれバルブも閉じれば、うん、音めっちゃいいっすよね。これだって中でマフラーの音聞いた時俺何事かと思いました。ファーンっつって、また値段っすね、うん、はい、レンジ全然安くならない説、そうね、はい、逆に乗る人いいんじゃないですか、うん、値下がりしないから、はい、あーでもバルブ閉じても
ちょっとあの、うん、はみ出ちゃってますね、うん、そうですねみなぎるパワーがはみ出ちゃってます、ね、ただこう竹だけしくはならなくなるけどね。そうですね、あとは24インチのせいもあるのか、うん、少しロードノイズがやっぱりします、うん、だよりコンフォートなの求めるんだったら普通にレンジ買った方がいいですね、うんうん、でもこの超パワフルなサウンドとこう走りを楽しみたい方は、うんまあ、多少その豪華装備犠牲にしてもレンジスポーツ買った方が幸せになりますね、うん、これすごいな。じゃああとは塚本さんダメ出しお願いします。この車のダメ出し、はい、やにくさいっすそうですね、ちょっとおいにいが、はいはい、でもこれはその人にもやらないですか、うんうんはい、僕全くタバコ吸わないんで、うんはい、僕も吸わないんで、はい、ちょっと気になるかなっていう、はいはい、クリーニング済みなんですよね。これはクリーニング何回かやってます、はいまあ、ちょっとこの辺原車確認していただいて。そうですね、はい、確かにお動画見ておいいじゃんって言って実際見てからえ、うん、ちょっと匂いありなんですかってなると、うんはい、まあ事前に問い合わせていただければ。そうですね、ですけどね、うん、匂いばっかりは伝わらないですからね。そうなんですよ。でまたそのタバコの匂い、まあ、加減にも入れますけども、うん、そのえっていう思う人といや全然俺数しか関係ないよっていう人がいるから、うちの社内でさえそうですよね。そうなんですよね、うん、そこ難しいですよね、うん、それはちょっとで新車に近いまた匂いも嫌っていう人もいるし、確かに確かに、うん、僕言ったらあの芳香剤の匂いとかも嫌ですもん、うんうんはい、結構最近みんなつけるじゃないですか。そうですね、食べるやつとか、うん、僕はあれ嫌なんですよ、うん、なんだったらなんか新車の香りの方がいいです、うん、まだいいです、はい、新車の香りの芳香剤あるの知ってます？そうなんだ。あるんですよ、はい、それつけてたぐらいなんで。へえ。匂いに関してはちょっと個人差があるんで、うん、気になる方はちょっと現車確認していただけるといいんじゃないかな、ね、あとは僕ダメ出しするんだったらベンチレーション欲しかったです、うんはい、押せないんです、はい、出てこないで、ここで召喚できないんです、はい、シートヒーターには動くけど、そうなんです、ここぐらいかなっていうですね、はい、あとは申し分ないです。はい、はい、あとはお金と心にゆとりがある方であれば、そうですね、タイホイール変えていただいて、あとこの辺もちょっと操作性は、はい、まあ一昔どうっすね前な感じはしますけど、でも決してなんかこう何て言うんですか、全然使い勝手悪くて使えねえよっていう感じではないですよね、うん、もう最近だって本当になんかスマホの代わりみたいな、うん、反応速度も操作もそこくらいじゃないですか。ただこうやって物理スイッチがちゃんとあるのは私は好きです。確かに何度も言うけど、はい、最近のポルシェとかも指紋だらけになっちゃいますし、いや本当に、ね、中に入っていかないと操作できないしってありますよね。確かにそれはあります。いいな、ちょっとレンジスポーツ初乗りだったんでびっくりしました。いきなり SVR だしね確かに、はい、うん、SVR 一応1年ぐらい後出しなんですよね、うん、そうですよね。いやでもこれはちょっと変わるものがないんで値段下がらないのが分かりました。そうですね、うん、でましてはこういう今 SUV ブームで、うん、さらにそれにそこにスポーツが乗っかって、うん、スポーツ SUV はもう今盛況ですからね。確かに、うん、もう戦争勃発してますよね、うん、もういい車が軒並み。ただレンジってあんまりこう年式でこうあんまり大きく買えないじゃないです か、うんうん、だかその辺もちょっと値段残ってんのあんのかな。そうですね、古く見えないし、うん、そもそもがそんなにねこうアバンギャルドなデザインじゃないんで。そうですよね、うん、言ったら本当にレンジとレンジスポーツとベラールと違い分かんないんですけどっていう車興味ない方であれば、うんうん、最近ドイツ御三家も顔みんな寄せてきてちょっとサイズ感以外の違いがあんまりないみたいなのありますからね、うん、今後どうなるかちょっと分かんないですけど。で今結構こうクーペスタイルじゃないですか、はい、SUV もじゃなくてこのスクエアな
言ったらちょっと古典的な、うん、はい、スクエアな感じのデザインは好きです。ザ・ SUV な感じですね、うん。あと思ったんですけど、この車静かっすね、うん、外の音が、うん、この車から発する音は聞こえるんですよ、マフラーの音とか、うん、隣のトラックの音とかめっちゃ静かじゃないですか、うん、だから遮音性というかその辺はすごく高い気がします。でもこれ開けたら結構うるさいですよ。一応合わせですからね、ガラスも。本当だ、うん、だから閉めると途端に、うん、めっちゃ静か。だベースはやっぱり高級車なんですね、うん、めっちゃ高級車、まあ、それにこの狂った馬力をエンジンを入れて、レンジローバーですからね。また同じ500馬力とかでもちょっとそのキャラクターとトルクの出方によって全然違います、うんうん、スーパーチャージャー本当にやばいです。これ大丈夫かなっていうぐらいの加速します、ね、ありがとうございます、はい。やっぱり大排気量、そうですね、はい、再確認しました、うん、これを今のうちやっぱり味わっておきたい感じですよね。今だけですもんね、はい、もうこの先なくなってない、はい、楽しめる余裕がある方はそうですね、はい、楽しんでいただ、羨ましいです、楽しんでいただきたいなと思います、はい、というわけで今回はレンジローバースポーツ SVR をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。